こんばんは、大島匠です。今回はボンビューの新入荷商品とあとおすすめのアイテムを紹介させていただきます。まず1点目が、ラルフローレンのオックスフォード地のボタンダウンシャツになります。真っ白っていう、本当に一番使いやすいシャツだと思いますし、そもそも白いシャツって皆さんお持ちだと思うんですけど、やっぱり汚れがすごく目立ってきますので、いい状態のものがなかなか見つからないんですけども、これは汚れもまだそれほど強くなく、結構生地感もまだバリッとした割とこう真新しい生地感が残ってますので仕入れをしてきました。サイズはおそらくボーイズなので18というサイズになります。私でちょうどいいぐらい、ちょっと身幅が緩いかなっていうぐらいのフィット感になってきます。ラルフローレンのオックスフォードの無地の白いシャツになります。2点目が、アルファ社の M65 です。サードタイプになりますかね。ちょっともう色抜けをしてきているんですけれども、こう雰囲気はいい M65 かなと思います。サイズはラージサイズなので、私だとちょっと大きいですけど、本当 M65 ってアームホールが結構小さめなので、ジャケットの上に着ていただく分には、1つ上のサイズぐらいを選択していただいてもいいかもしれません。ボンビューのオンラインサイトに詳細載ってますので、そこでサイズ確認をしてみてください。全体的に先ほども言いましたが、ちょっとこう色抜けをし始めてきていて、毛羽立ちも少しあるんですけども、雰囲気はすごくいい、かっこいい。特にネイビーの M65 ってあまり見かけることがないので、やっぱりオリーブもしくはカモフラージュが多いんですけど、ネイビーだともう少しこう都会的に着れるかなと思いまして仕入れをしてきました。すごく雰囲気がいい一着だと思います。続きましてリーバイスの501、レギュラーです。98年製のレギュラーになります。またレギュラー買ってしまいました。なんですが、これ色がほぼデッドストックに近いぐらい色残りをしています。当たりもほとんど出てないですし、ほとんど履かれてないんじゃないかなと思います。サイズが30インチ、レングス34なんですけど、レングスはおそらくカットをされています。で、98年製の紙バッジなんですけど、501になってまして、おそらくワンウォッシュでもともと販売をされていたものだと思います。この年代のもので、リジットノンウォッシュだと501の後ろに WX という小さいX マークが2つつくんですけど、それがないので、おそらくワンウォッシュで販売をされていた501でほぼ未使用に近い状態のものです。レギュラーでも今もうデッドストックとかだと相当値段高くなってきてますので、結構いいものじゃないかなと思います。これから育てていただく分には十分いい雰囲気が出てくるんじゃないかなと思いますし、私が以前動画で配信しましたが、今からこの状態であれば一度のり付けをしていただいて履いていただいたりすると、足の付け根のひげだったり色落ちが楽しんでいただける一本じゃないかなと思います。リーバイスの501です。で、今回の仕入れ最後になります。フランス軍 M47 前期です。デッドストックです。デッドストックをおそらく一度乾燥機をかけて生地をこうギュッと縮ませた状態のものになります。サイズが35なので、ウエストは結構大きいです。90センチ近くあるんですけど、90センチ以上あるかな、あるんですけど、以前ある古着屋さんで見たんですけど、その35の35のウエスト90センチぐらいあるこの M47 を修理でプリーツを入れられていて、ウエストを小さく加工してプリーツを入れてワンプリーツにして販売をされていた古着屋さんがあったんですけど、それを見た時に修理ももしかしたら可能かなと思いまして、その後もいろいろ見ていたんですが、M47 の後期っていうのはこのウエスマンのこの帯の部分の後ろがカットをされていないんですけれども、前期はもともとカットされていて、ここからウエストを詰めることが可能です。可能だということが自分で見て分かりまして、なのでこれ今912ぐらいウエストがあるんですけど、4センチぐらいはウエストを詰めることができます。個人的にプリーツを入れるっていうのはあまりおすすめをしないですが、このヒップ側の1箇所でウエスト4センチぐらい詰めていただくことができますので、そうすると85センチぐらいの方まで履いていただけるんじゃないかなと思います。股下は70死後だったので、それほど長くないですし、多少長くてもロールアップしてしまえば全然問題ないと思います。私もM47 はロールアップして履いてます。かなりもう本当に数が少ないので、こういう修理をしていただくを前提であれば、もしかしたら買っていただける方が増えるんじゃないかなと思いまして、購入しました。値段は、結構大きいサイズなので少しお安めに設定をしておきますので、是非サイズが合いそうな方がいらっしゃれば検討していただければと思います。何度も言いますが、本当に今もう数が少なくて、全然ウエストが小さいサイズっていうのは見つかりませんので、このサイズを加工して履いていただくっていうのも一つの選択肢かなと思います。フランス軍 M47 の前期タイプです。生地感とかは本当にもうデッドストックなので、バリバリでいい状態になってますので、かなり履き込むことでいい雰囲気が出てくると思います。是非ご検討ください。ではここからおすすめアイテムをご紹介します。今まで販売していたものの中からピックアップをしておすすめをさせていただきます。ちょうど今ぐらいの時期に着やすいアイテムを3点今回選びました。まず1つ目がアメリカ製のハンティングジャケットです。肩周りがキルティングになってまして、襟はコーデュロイ、ナイロンとそのキルティングコットンのコンビネーションになってます。ちょっと私だと緩めのバランスなんですが、こういう雰囲気です。ちょっとどんくさい感じがちょうどかっこいいかなと思います。こういう雰囲気です。曲はすごくかっこいいなと思います。こういう茶系のガンクラブチェックのジャケットとかも上に軽く羽織っていただくと雰囲気がいいんじゃないかなと思います。もちろんカジュアルでニットの上から着ていただいてもいいとは思いますが、結構たっぷりしたバランスになりますので、ジャケットの上からでも難なく着用することができます。雰囲気いいと思います。続きましてイギリス軍の30年代のショートブルゾンになります。ボタンがチェンジボタンっていう、後ろにこういう留め具がついていて取り外しができるボタンになってます。ちょっと残念なことに一番上だけボタンはないんですけれども、1930年のものっていうふうに考えると、よく紛失が1個で済んだなっていう印象です。ちょっと着てみます。ショート丈なので、こういう今私が履いてるような太めのチノパンなんかと今すごく相性がいいと思います。こういうバランスになります。割と大きい胸ポケットがドンと2つついてまして、丈は短めです。エパレットがついてます。私だったらこういうのにもうネクタイをしちゃっても個人的にはいいかなと思ってるアイテムなんですけど、色の雰囲気とか生地感とかもう本当に独特で、1930年に作られたものではとは思えないぐらい状態はいいと思います。雰囲気はすごくいいので、これからの時期ちょっと肌寒い時とかに上から羽織っていただける一枚だと思いますので、すごく活躍するんじゃないかなと思います。最後が、オシュコシュのカバーオール。これは60年代のカバーオールになります。ちょっとたっぷりめのバランスになってます。オシュコシュって今子供服とかをメインに作ってるブランドになっているようなんですけれども、昔は男性用のワークウェアを作っていたブランドになりまして、作りはすごくしっかりしてます。トリプルステッチを至る所に使ってまして、いわゆるザ・カバーオールというバランスになってます。このカバーオールも今私が着てるようなこういうヘリンボーンのいわゆるツイードのジャケットの上なんかにちょっと軽く羽織っていただくっていう、秋口に軽く羽織っていただくっていうのは雰囲気がいいんじゃないかなと思います。こういう感じです。もちろんネイビーブレザーとかでもいいと思うんですけども、割とこういうツイーディーなものに割と薄手のデニムのカバーオールを羽織っていただくっていうのは割と相性がいいんじゃないかなと個人的には感じてまして、結構便利なアイテムです。カジュアルでももちろん使えますし、ジャケットの上の羽織物として1枚取り入れていただくのをおすすめします。結構色残りもいいですし、大きなダメージもないアイテムですので、是非ご検討いただければと思います。はい、今回の仕入れおすすめ商品は以上になります。また何か面白い商品が見つかりましたら仕入れをさせていただいて、ご報告させていただきます。それではどうもありがとうございました。